こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりました、町のお蕎麦屋さんのとんでもなくいかついメニューを食べてみようのコーナーでございまして、本日は私下北沢の町にやってきておりまして、こちらにあります広屋さんというこちらお蕎麦屋さんですねに来ているんですけれども、一緒に来てくれたのはこちらの方でございます。テリーン。どうもありがとうございます。菊池嘘つかないです。よろしくお願いします。お願いします。はい、胃袋若手の菊ちゃんが一緒ということは、はい、当然なかなかのメニューが出てくるお店なんです。そうですね、店構えからはそんな感じ全くしないんですよね。いや本当ただただなんか、うん、老舗ね、美味しそうなお蕎麦屋さん。そうそうそう、はい、でこの感じもいいよね。いや歴史ありますよ。そうそう、歴史を感じるこの看板オブジェっていうのかな。ねえ、おそらくだからパンダが日本に来てフィーバーしてた頃にとりあえずパンダに食わしとこうっていうそのぐらいの時代なんじゃないですか。ね、で味噌ラーメン、タンメン、ラーメン、鴨せいろ、鴨南蛮、天ざるとか。そうですね。はい、意外とメニューも豊富ですけど、うん、基本的にはそばどころとなってますんで。はい、そうですね。では入らせていただきましょう。失礼します。ごめんください。お願いします。素敵な空間でございます。やはり店内もね、いやこれもう名店。絶対うまいですよ。絶対うまいお店ですよ。ね、もうこれですから。で、うん、やっぱり気になるメニューね、あのバーっといっぱいあるんですよ。ね、ありますね。で、あの渋いタコとかも ね、はい、ね、いっぱいあって、ここにもさ、はい、いや、お蕎麦屋さんのさ、ね、セットみたいなのも楽しめるんでしょうね。はい、7種類の中からお好みの蕎麦選ぶっていう、これ何が乗ってるかとかでこんなにあるんだよ、ほら。そうなんだね。え、一口カレー100円、いや、一口こんな食えるしないじゃん。定食もこんなにあるよ。本当だ。大盛り無料、一番嬉しい、我々の大好きな言葉。はいはい、胃袋若手先生がもうウキウキしてますねこれ。はいはい、いやいいねってメニューがある中でちょっと見てくださいね。はい、なんだこれ。いやそれでしょ、気になるのはそれでしょ。ギガ玉おじやカレーうどんという、ね、とんでもないのありますね。なのでちょっと今日これ、はい、胃袋若手の菊谷さんから行きましょう。でオーソドックスなおじやカレーうどんが950円であって、はいはい、ギガ玉が1250円であるそうなので、どうなんだ、とりあえず両方注文してみて、はい、ちょっと比べましょう。比べましょうか。はい、はい、行きましょう。これがギガ玉。ギガ玉から登場。はい、いやすごい。はいはい、はいはい、ありがとうございます。いや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 、菊池さん、はい、いやこれギガですね、はい、これぞギガですよ。美味しそう。でも美味しそう、すっごいいい香り。うずらの卵かね、20個。いや、これが普通の。はいはい、はい、いただきます。いただきます。ありがとうございます。いただきます、はい、量が一緒で、あの、ね、ですね、卵なんですね。卵の差ですね。あ、3個と20個いやー20個すごい。お母さん、差がすごいです。個数の差が面白い。いただきます。いただきます。まずもう20個あるんで、はい、もう早速まずこれいきますわ。オンリーね、オンリーオンリーうずらね。あ、うまい。うずらの卵ってうまいよね。うまいね、これ大好き。大体 その焼き鳥でも何でも頼むし、うんうん、なんか八宝菜みたいなの1個しか入ってなくて、うん、うわもっと食べたいと思うけど、うん、20個はやりすぎでしょ。うずらの卵入ってたらなんかそのお宝みたいな感じで、うん、それ取っときながら食べたりするもんね。すごい 量もやっぱ、うん、半端じゃないね。うわトロンと流れ込んでくる。いいね、美しい。うまっ。これ入れましょう。入れちゃいましょう。たっぷりあるよ、ほらこれも。はい、いいね、いいね。うん、混ぜて混ぜてね、全然卵が隠れないから、それで全く隠れる様子はないから。すごいわ、卵ガンガン食べて平気だ、うん、うまいね。でカレーやっぱりね、だし、うん、がもうしっかり効いてて、うん、甘めだね。そんでね、うん、あんかけのごとくトロトロだもんね、うん、このピカピカ感とかでも分かるかと思いますけども、ね、
なので厚さも閉じ込めてますし、いやこれ麺だけでも相当な量入ってるんじゃないってことは、この丼だから麺も結構ですよ、うまいな。うまいね、うん、最近のさぬき的なシコシコ、うん、プリプリっていうよりも、うん、あの柔らかめの、そうそう、うん、食感やわめでね、うん、カレーうどんのうどんのベストなね、うん、柔らかさというか、うん、遠慮せずにうずら意外と俺言ってるつもりなんだけど、まだめちゃくちゃあるわ、うん、結構ガンガン遠慮なくうずら言ってるんだけど、まだめちゃくちゃありますわ、まだギガ玉ですよ、うん、全然です食べてても私は3個なので初うずらいきましょうか、うん、うまいね、うん、絶妙だね、うん、ちょっととろける感じもある中であるね、ね、うまい、このカレーとめちゃくちゃ合ってるね、合ってる、レンゲはスープをすくうためのそうだねレンゲってことだよね、うん、そうかそうか、うん、このお蕎麦屋さんのカレーはなんかこう、うん、ね、なんかつゆだしが効いてるというか、そう、うん、うまいね、油揚げうまいな、確かにこの厚みがありながら細かいカットだから、うん、食べやすさもありながらうまいっていう、それガンガンいける、うん、お肉はこれ豚バラでしょうか、うん、ちょっと菊さん、はい、レンゲの使い道が、はい、スープすくうだけじゃなかったようで、いや、そういうことなんですよ、はい、この下に、はい、このキャベツあのおじやだもんね、ううカレーうどん、おじやカレーうどんでちゃんとご飯入ってたんだ、ね、すごいわ、すごい、うどんの下にご飯忍ばせとくってすごいよ、ほらこれ量も見てほら、奥からすごい量出てくるよね、出てきたよほら、ね、ご飯の量半端じゃないよこれ、これ俺さ、はい、カレーうどんとか食べた後にご飯入れて食べたいって気持ちのタイプなんですよ、はい、なるほど、これカツ屋さんとかより先にこれやってますよ、ね、これすごいこと、2食ですねまさかの、うん、食べ進めていくと、はい、あのとろろの壁があるんですね、すごいね、うどんとご飯の間にとろろが入ってて、ね、それによって混ぜらずに最初うどんだけいけるっていう、ね、うん、でこれでもぐわっと全部混ぜて食べるとなんかその、はい、チーズカレーみたいな、だから食感がちょっと、ね、なんかそのそうそうまろやかさというかめっちゃ美味しい、カレーにチーズかけて食べてみると、うん、とろんとしたあの食感も、うん、ちょっとチーズっぽかった、とろろが楽しませてくれるっていう、うん、それをすごいわ、腹持ちも絶対いいだろうしな、これは確かにね、ご飯とうどんだからね、うん、ごちそうさまでした、いや美味しすぎてペロリといっちゃいましたね、したね、いや最高最高でした、というわけで食べてまいりました、はい、広屋さんの、はい、カレーうどん、おじやカレーうどんですね、美味しかったです、ね、美味しかったですね、いやで独創的な発想で、うんうん、楽しエンタメ感のあるメニューでしたね、うん、本当に面白かった、なんかあの、うん、昔ながらも聞いたら60年やって、うん、61年目のお店だったわけじゃないですか、はい、先輩ですよもうかなりの ねそれであのメニューを出せるっていうのがやっぱ柔軟性ね、いや確かに、うん、素晴らしい、で今日菊池さんにですね、はいはい、質問とかないのかなと思って、はいはいはい、結構出てもらってるじゃん、はい、うちのチャンネルに、ああ、でコメント欄に菊ちゃんに対しての質問ね、はいはい、ないかなと思って、はい、総ざらいしたの、はいはいはい、それ1個だけありまして、1個だけそうでもありがたいですね、めちゃくちゃコメントあるんだよ、菊池嘘つかないさん今日ゲスト嬉しいですとか、ああでも嬉しい、ありがとうございます、ね、あのそうそう、だからハイジさんが4月1日の動画で、はい、菊池嘘つかない出してくれたじゃないですか、はい、やっぱその辺もありがたくて、そうですね、ね、あえてエイプリルフールに、菊ちゃんが出てきたというね、だからやっぱりね、はい、菊池嘘つかない、ハイジ嘘つくみたいな、はい、たくさんこうね動画コメントをいじってくれるじゃないですか、そうですね、本当いつもありがとうございます、いや本当に皆さん、はい、コメント欄、はい、ありがたいんですけれども、はい、あったんですか、1個ありまして、はい、嘘なしでじゃあ絶対答えてください、はい、答えます、この質問、はい、よっちゃんイカのタコさん、よっちゃんイカのタコさんからのコメントなんですけども、はいはい、よっちゃんイカのタコさん、シャンプー何使ってますかうわこれはもう初めて、ちょっと嘘つかないとはいえ答えるのやめようかな聞
聞きたい、気になります、聞きたい、僕のシャンプー気になります、よっちゃんいからタコさん本当にこれ気になってます。まあ今使ってるのは、はい、確かラックスかなんかだと思いますけど、はい、正直そのレベルです。今そういえばラックスだったかなぐらいで、そうだよね、こだわってないんですよ俺別に。だいたいドラッグストアに行って、はい、その時に店頭にあってセットで買えるやつとかだよね。なんか激安とか探すわけではないですし、うん、わ高級ななんとかボタニカルとか探すわけでもないですし、うんうん、なんとなく、うん、あこれ良さそうだな、うん、あしかもちょっと安くなってんなぐらいの買ってるんで、ね、ラックスって言いましたけどラックスにこだわってるわけでもない、ないよね、はい、そんなこともやっぱハイジのコメント欄は面白いですね、はい。